高インピーダンス。ペーシングを助ける便利な機能が他にもいくつかあります。まず、ECG ディスプレイバーは、ペーシングをしている際に誘発反応が表示されます。また、高インピーダンスの警告も大切です。どこかで、回路内の脱線がある場合、刺激装置から警告が表示されます。ではここで、今それを実践してみましょう。今、ペーシングしている最中に、 患者と脱線させます。画面上にコインビーダンスの警告が現れ、ディスプレイバーに赤色で L のメッセージが現れ、音が低くなったのがわかるでしょう。ここで今患者と再接続させます。音が正常に戻り接続されたことがわかります。